キャメラ、映写機、光学装置。100年前、当時の最新技術によって始められた表現方法、映画。それは貪欲にその表現方法を、それがまるで本能であるかのように手段を選ばず、犠牲を顧みず、背に腹は変えられず押し広げていった。コンピューターを映像制作に結びつけることを映画が放っておくことができなかったのも、その地ゆえのことだったのかもしれない。今日、デジタルと言い表されるようになったこれらの映像表現の技術を、アニメーションである広角機動隊はどのように取り込んでいったのか。一つにはやっぱりそのセルアニメーションでやれることの限界っていうのがあるわけで、それは画面の情報量上げていったり、リアリティ上げていけばいくほどその限界っていうのがだんだん見えてくるわけですね。それをどうやって乗り越えて作品を作っていくのかと。今は逆に作ろうとしている作品のイメージはセルアニメ以上のことを必ず要求してくるので、そういった限界をどう超えていくのかといった場合に、こういうコンピューターとかね、そういう力を借りて作っていかざるを得ないだろうというのが一つありますね。この作品に実現された濃密なリアリティは、高度な作画力はもちろんのこと、その実現のためのさまざまな困難な要求を解決するために、それぞれ制作パートがギリギリまでの力を出し合った結果である。そしてその成果の上に、デジタル技術もまた積極的に活用されたのだ。想像でしかないものっていうかね、ドラマ見たことがないことを映画の中でやるっていうのは、実はあんまり説得力も出ないんですよね。映画っていうのは既に見たことがあるものから出発して、どれだけリアリティがあるかっていう。人はその記憶で映像を見ているという。記憶に染み込んでいる意識しない日常の風景が映像への橋渡しをしてくれる。その記憶に近いほど、作品に描かれた架空の映像はリアリティを得る。記憶の中の風景をテクノロジーの力が映像として実現させていく。絵コンテ、それは絵で描かれた台本である。アニメーションの制作はこれを中心に行われる。まずレイアウトと呼ばれる画面設計図が作られる。そこから原画、背景、CG などが作業に入り、原画が完成すると順次動画、彩色、エアブラシなどが流れ作業で進められていく。完成された素材は集められ、演出家のチェックを受け撮影所に送られ撮影される。アニメーションの場合、素材のカメラ下での動きがカメラワークとなる。素材であるセル画、手前に置かれる前景であるブック、背景などを別々に動かすことで、カメラが動いているように表現する。アニメーションの撮影はアニメーションスタンドと呼ばれる撮影台で行われる。その構造は2本の柱にカメラが下向きに取り付けられている。カメラは上下に移動するので、絵に近寄って大きく撮ったり、絵から離れることで小さく写すことができる。カメラの真下には絵を乗せる板が置かれていて、この板は前後左右に動かせ360度回転できる。またこの板は普通3つ以上に分かれていて、それぞれバラバラに動かせる。例えばその板それぞれに背景や長いセル、手前の風景などを貼り付け、少しずつ違うスピードで動かすことで、アニメーションは立体的な奥行きを表現している。演出家はその制約の中で、いかに自分のイメージを表現する方法を開発できるか、その知恵が競われてきた。アニメーション撮影の限界を知って、そのやりくりを体得できてこそ一人前のアニメ演出家と呼ばれる。アニメーションスタンドで扱いきれない場合、オプチカルプリンターによる合成が登場する。オプチカルプリンターとは、複数の異なるフィルムをマスクなどを使って一本のフィルムに合成するマシンである。ではマスクとは何か。映画制作に用いるフィルムは、光を当てることで表面に化学変化を起こさせ画像を定着させる。ならば光を部分的に何かで遮れば、
その部分は露光せず画像は定着されない。今度はその部分以外を覆い観光させないように他のイメージを撮影すれば全く別の絵がはめ込めることになる。この部分を隠すものをマスクと呼ぶ。これを組み合わせ何回も繰り返すことで様々なイメージを合成することができる。しかし、いかに高精度なアニメーションスタンドやオプティカルプリンターを使用しても、さまざまな問題が壁となり存在する。アニメーションでは特に奥行き表現の限界が常につきまとってきた。今回、これらの障壁部分にデジタルがどこまで突破口を見出せたのか、どのカットにどのような技術を使っていったのか。多分ね、分かんないと思いますね。分かんないっていうのは、その分かんなければ成功だと思ってやってるわけで、アニメーションの技法とかね、撮影方法とかに詳しい人でない限り、逆にねびっくりしないかもしれない。コンピューターってことが前面になるんではなくて、デジタル化というふうなね、ことがキーになるんじゃないかという発想なんですよ。どういうことかというと、コンピューターで起こした絵も、実写の映像も、実際人間手で描かれた絵も、全部同じものとして扱える環境を一つ作り上げると。それがデジタルなんだということ。要はだから、コンピューターに関わる映像だけが問題なのではなくて、他の種類の映像も全部コンピューター上で統合して扱える環境、それがデジタルじゃないですか。そこで実現される映像が、今一番意味があるというか、斬新なのではないかと。それが DGA、 デジタリー・ジェネレーテッド・アニメーション。要するにデジタルによって創造されたアニメという考え方である。 DGA 制作はレイアウトをもとにそのカットの意味や内容、全体の中での位置や効果などを打ち合わせ、方法論を組み上げ、上がってきたアニメーション素材をスキャン入力し、マスクを追加してシステム上のディスクへ転送する。これらの素材をタイムシートの指定順に構成し、フレームごとに最終イメージを生成。最後に VTR またはソリティアフィルムレコーダーで撮影され、現像所でタイミングを補正され、色調整が行われた。それでは代表的な DGA 作業を紹介する。テスト段階から最も有効と思われた使い方である、レイアウトのレンズ画角および消失点を割り出し、 CG 上で3次元空間を設定し、その奥行きデータを映像素材に変換させることで画面の見た目の動きを一致させる。つまり絵が奥に移動する時の大きさの変化は、レンズが違えばその比率は当然変わってくる。今回はオプティカルなどの合成担当者の職人芸に頼ることなく、平面の絵ではあるが立体感、世界観を出すことに成功した。ディフュージョンフィルターと呼ばれるフィルター効果を表現するためのテストテイク。フィルター効果はレンズ前にさまざまなフィルターをつけることで得るため、その効果は画面全体に及んでしまう。空気感を表現するためには被写体との距離によって濃度を変化させる必要があり、奥行きの情報を各レイヤーごとの効果に影響させ、奥のものほど強く、
手前の人物には溶かし込みのフレアのみがかかるようにした。アイスとは、入力された素材に時間軸で変化させた効果を加えることができるソフトである。この一つ一つの箱が独立したエフェクトで、例えば縮小、拡大、回転、移動、ぼかし、合成などの機能を持ち、これをつなげていくことで絵に変化を与えていく。熱工学迷彩のカットなどで活躍したティマと呼ばれるアイスの新しいエフェクトが、困難だったアイデアの表現を可能にした。ティマとは、一コマの画面の中に他のワンショットのアニメーションの中の必要なコマの必要な部分をピクセル単位で表示させるソフトである。ティマのコントロールはピクセルの明るさで使いたいショットの時間を指定するので、このような絵として表示される。この素材にアイスで動きをつける。背景を素材にしてワンショットで見るとこのような動きになる。ティマをかけた二次素材を生成し、マスクで抜くとカットの完成となる。素材の背後より直接光源をフィルムに感光させるアニメでは最もオーソドックスなテクニックで、当初 CG では難しいと思われたエフェクトであった。テストの結果、暗めの場面であればスーパーインポーズ用の素材を加工し明るくして重ねると発光のイメージを得られることが分かった。世界が自分を中心に閉じていくように観客が感じるように、背景の都市の歪み込みがさらに強調されていった。背景のビルの側面に注目すると、ごく微妙に歪んでいくのがわかる。セル、背景素材の凹凸、例えば体の線に対して擬似的に 3D オブジェクトにより作られた CGI をエフェクトとして合成または加工することで不思議な効果が得られた。オプチカルや撮影台はいくら精密機械とはいえ、ギアの遊びなどでその運動速度にはおのずと限界があり、またワンカット数十秒にも及ぶ場合や複雑なセル交換がある時などは大変な撮影となる。このような時、サンプリングの優秀なレンダリングソフトを持つデジタルであれば、歪みやイメージフィルターのようなエフェクトを加えながらもさほどの困難もなく表現できる。ただね、やっぱりそういうコンピューターを使った映像っていうのを、売り物として全面出したくないんですよ。そういうふうな時代はもう特に終わっちゃってるんだっていうのがまずあって、当たり前のものとしてどういうふうにその生かすのかっていうことをね、考えるべきなんで、
だからあえてかなり地味な使い方してますね。結構派手めに見えるカットももちろんあるんですけど、いかにも CG だぞっていうね。これはまああくまで CG として使ってるだけで、その作品作家の中でも CG ですと言って使ってるわけで、まあ、当たり前というか、仕掛けとしてというよりは方法としてっていう、その差は大きいと思うんですよ。劇中で CG 表示されているモニター、フォログラム、電脳映像などを CG アニメーションで表現する CG の質感自体を目的とするシーンである。これはまた手書きのアニメーターに過負荷な作業を強いることなく、同時に手で描くことで現れる温かな印象を出さないためでもあった。制作の手順としては、絵コンテをもとにまず監督の意図やイメージ、状況設定や前後のつながりを打ち合わせ、アイデアを出し合い、ディティールを詰めていく。デザインされた表示画面はモデリング作業に入り、3次元データ化され、レイアウトに沿ったカメラポジションを設定し、表示データ、グラフなどのモーションをつけていく。同時にアニメーションの絵から浮きすぎないような質感が設定されていき、テストピースがレンダリングされ、監督のチェックを受ける。方向性に間違いがないことを確認した後、本制作に入り仕上げていった。セルアニメーションとの合成がある場合、レイアウトのパース、ポジションを割り出し、タイムシートの動きのタイミングに合わせる。一番厄介だったのが、あのゴーストラインと、あとサイボーグの見た時間、電脳の見た映像というところで、誰も見たことがない映像ということだったので、作るのに何か根拠が欲しかったんですけど、いろいろ考えて、理屈で掘り下げてみたんですけど、これが絵にならないで、まあとにかくアイデアを出し合って作ってはみたんですけど、まあ、チェックのたびに、監督と何かこう、なんかちょっと違うねとかって言いながら、結局あの2月に作り始めたんですけど、まあ最後の最後の7月末までかかっちゃいました。今回の作業は、担当を電子マップ、照準装置、電脳内イメージの表示システム、または方法論共通のもので割り振った。また監督の意向で、表示映像は全て NTSC サイズで制作された。これは収録後、さらにビデオ編集などでさまざまなノイズをアナログ的に重ねてからフィルムに仕上げ、生理的に説得力のある映像を狙ったためである。そういう方法的には過渡的な作品だったと思いますね。まあ、デジタルワークも全部やったけども、依然としてはこう 動画とか仕上げでいかに緻密に作り上げていくかっていう、そういうふうな方法を片っぽでやってるわけだし、今回作品に使われたデジタル技術はアニメ制作現場でもいろいろな使われ方をしている。これはパソコンを用いた看板文字の貼り込みの例。漢字をサンプル化することとパースを合わせることで美術スタッフを助けた。情報化の渦にしたいということで、看板をすごく入れ込んだレイアウトにしたり、まあ、文字情報ですよね、そういうのっていうのは。あと、わざわざ香港みたいなところを舞台にしたのは、窓ガラスとかそういう線の密度、整理整頓された窓じゃなくて、ちっちゃいこの木の格子の窓とか、そういうのをなんとか情報の一つにしたいということで、いろんな細かい窓のやら、張り出しとか、そういう部分をわざと作るようには
したんですけど、監督の注文で。でこういう看板の部分は末竹さんという方がわざわざこうマッキントッシュを使ってこの看板の角度に貼り込んでくれたんですよ。これもパソコン用の CAD ソフトを用いて作った参考用美術設定。デザイナーの複雑なイメージを正確に描き出している。準備できました。つなぎます。よし、十分だ。切れ。3分後に課長室へ出頭しろ。燃料切れまで、ここで監視と通信の中継に回る。やばそうなら構わず逃げる。これは CAD ソフトによって作られたビルにカメラワークをつけてプリンターで出力。窓部分が光るようにマスクを作り透過光で撮影された。編集やってる JFM のかけすって男に聞いてもらった方が早いと思うんですけど、僕もアビットっていうのは JFM に理解してるわけじゃないんですけど、要するに実写であるアニメーションであるフィルム撮影された映像をデジタル化することで、いわばモニター上でその編集作業を行う。でそれがフィルムの、イマージョンナンバーっていうそのコマのナンバーがあるわけですけど、それとシンクロしていて、そのモニター上で編集したデータが直ちにフィルムの編集に生かせるようなシステムということですね。ですので、ラッシュを使わずにデジタル化したデータで編集作業を行うと。キーリンクというシステムなんですけど、これはフィルムのエッジにあるエッジナンバーといいますけど、この英語で言うとキーナンバーっていうんですけど、キーコードとまた言ったりするんですが、こいつを全部情報を読み取ってVTR のタイムラインに全部情報を入れてくれると。そうすると編集した段階ですでにもうフィルムのどこのところからどこのところまでをこうつなぎなさいというリストができるわけですね。でそれが最大のフィルムコンポーザーを使う意味なんですけど、このキーリンクのシステム自体が本当にようやくこの6月に完成したばかりなんです。イマジカさんの方でサービス体制ができて、そのちょっと数ヶ月前にソニー PCL さんの方で作られたりした状況はあるんですけど、これが現像所側のサービス体制ができたと。だからそれができたがゆえに、このフィルム環境の編集に最も適した素材になったんですね。今回やってかなりなんて言うんだろう、可能性が大きいというか、合成関係を全面的にデジタル化したいという気はありますね。あとやっぱ長回しのカットなんかも高額で撮影するよりはロスが少ないので、あと一番あるのは最初に戻るけれども、入力データをあらかじめデジタル化しておくことというふうな作業、予備作業がどこまで順調にいくのかね、その辺の過程も試してみたいと思っています。アニメ制作の現場にも本格的なデジタル技術の導入が始まっている。動画前の作業は今までと全く変わらないので、それ以降はスキャンして取り込んだ後、コンピューター上で全て再識してカメラワークを自分のエフェクト内に全てコンピューター上で処理して、最終的に出来上がるまで使ってしまうんです。でもアニメにはなってなんですけど、例えば他のフォトショップとかの要するにで加工しますよね。そのデジタル加工したものを取り込める、要するに今までの 35mm の記録だとデータ加工したものを取り込むにはすごいお金がかかりますよね。でそれを要するに割と簡単にデータ加工したものは取り込めるんで、以前フォトショップとか使っていろいろ加工したやつは一度カラーコピーで出力とか
りしてアニメ素材を使ったのがそんな直接要するにビデオを収録できるっていうのは僕はなんか一番いいなっていうところですね。こじつけて言えばやっぱりですかね、そのデジタルプロダクションとですねアニメプロダクションのですねやっぱりそのコンピューターということで垣根があったと思うんですが、それを取り払うのが今回のアニメの役目じゃないかと思います。僕にとってはデータを取り込むシステムっていうふうに考えてますんで、その前の段階でいろんなこと加工ができるっていうのが、多分演出とったらその表現の可能性ですよね。今アニメ自体でそういっぱいなんか加工ができるっていうシステムじゃないんで、そのセルのペイントとさっき言ったように撮影の代わりになってるんですけど、その前の段階でデータを加工できるっていうのがやっぱしアニメが一番いいところ、フィルムと違うところじゃないですかね。で、その辺はちょっとまだね、技術的に逆に難しいところありますけど、可能性がいっぱいあるんですけど、慣れてないっていう部分もあるし、全体的にシステムが完成されてる中に入ってくるわけじゃなくて、逆にシステムを作りながら作っていくった面で、やっぱり二重にいろいろ大変です。じゃあ慣れてないっていうのもあるけど、プラスシステム自体は完成してないんで、それまでも作っていかなければ。だから、それはでも一応まだ初めてなんで、ここはある程度責任として、ある程度しっかりしたものをしていきたいなと思ってます。やっぱり手作業の良さとその機械の持ってる道具としての価値っていうのが結構活かせるんじゃないかっていう、やっぱり身近に機械があるっていうのをそこに動かせる人間がいるっていうのがやっぱりアニメ現場にとって一番大きいと思います。映し取られた映像は35ミリの映像であれ、ビデオ映像であれ、人間が描いた絵であれね、あるいはこう絵描きが描いたタブローであれ、全部同じ環境で扱っているという、要は人間の頭の中に想像された映像っていうものが基本的には実現不可能なものはないということがシステムとして実現しちゃった時に、ね、で映画はどういうふうに変わっていくのかというふうなことが見たいんですよ。できることならば自分もそれになっていきたいと思っているわけで、断ることにそういう新しいシステムにちょっかい出していくというかいうようなことは、一種そのための予備作業といえば言い過ぎだけど、そういう機会として考えているというふうなことになると思います。まず最初にイメージありき。デジタルはマシンを通じてとはいえ、ダイレクトに人のこだわりとセンスを絵にしていく。それはまた新たなるイメージとこだわりを生んでいく。作品という目標を与えられたデジタルはどのようなこだわりを持っていくのか。デジタルの表現は何でもない当たり前のイメージを目指した。なぜなら映像は作品の中で生きてこそ価値あるものとなれるのだから。